2018年にトラックメイクっていうパソコンで音楽を作り始めて、そこからなんで4年5年、今年5年目ですね。それパソコンで音楽を作り始めてから、なのでカフとしては4年活動してから海バレを作りました。歌詞ができてからメロディーを作るんですけど、なんか歌詞にもう自然とメロディーがついてくるイメージに近くて、もう言葉に音がついてって、なんか説明できないんですけど、その歌詞一文が出来上がった時に、これはこういう音の流れをすれば綺麗になるなっていうのがもう勝手にできちゃいます。歌詞は日々の悩み事、辛いこと、悲しいことからインスピレーションを受けることが多くて、なんか自分は結構オンオフが激しいので、楽しんでる瞬間とか楽しい時間とかはもうそれに振り切っちゃって創作とかできないんですよね。でも悲しい時とか辛い時こそ、なんかこういうのを作りたいみたいなのがあるので、やっぱネガティブな曲が多いです。やっぱり深夜まで起きて悩んでるみたいな人って、僕だけじゃなくてきっといっぱいいると思うんですよね。でその深夜一人の時間とかって、やっぱり一人で考えてしまうので、どんどん自分を追い込んでしまうと思うんですけど、そういう時に僕が救われたのが音楽だったんで、日々に悩みを抱えてたり辛いこと悲しいことがあるような人たちに向けて書いてるので、僕の作る音楽が誰かにとってそういう夜眠れない時とかにちょっと考えを違うところに向けたりとか、考え方を変えられるような音楽を作りたいなとはずっと思ってます。